知らんしまへんですか。いいえ、うち知りまへんです。ですけど、どこがあったんでしょうね。あ、ちょっと、石川には話しまへんでした。いいえ、見にしまへんでした。そうですか、どうも。いいちゃんか。はい。どうやった。方法探しましたけど、どこにも言われしまへんの。どうして。ほんまにしょうもない人やな。もしもし、たっさん。あ、あんた君のはんか。私、福村どすけど、うちのゆきこはん、あんたんとこお邪魔してしまへんやろか。どうですか、困った人どすな。あ、もしもし。そうやったらすみまへんけど、後でお会いやしたらすぐに戻るようにって。はあ、そしたらお願いします。不自由でしょうね。いえ、もう慣れっこになってますから。いないのか、ゆきは。四国園聞いてみたんですけど、まるで糸の切れたタコみたい。すんまへんな、ハリさん。残念だな。今日は大いに張り切ってきたんだけど。ほんまに。なあ、兄さん、どうどうすこのお話。ご本人を目の前に置いてなんどすけど、有田藩は立派な工業会社の若社長さんやし、ぜひ幸子藩をお嫁にって言ってくださるんやし、うちはお茶も結構なお話やと思いますけど。それはそうだけれども、そうなれば私にもできるだけのことはさせていただきますよ。幸子藩かって幸せになれるんやし、兄さんかって不自由な体でなれへん仕事なんか死んでも済みやすやんか。なあ、有田藩。はあ、ねえお父さん、どうでしょう。おときの言う通り結構な話だったと思いますけれども、他のことと違ってこういう話は本人の気持ちを聞いてみませんと私にはなんとそれはごもっともです。どこ行ったんどすやろ、あの人は。またどっかへおみくじでも引きに行ったんと違うかしら。おみくじ。あの人はお父さんと一緒に東京で育ったくせに案外縁起担ぎやさんか。縁起担ぎはお前さんの仕込みじゃないじゃん。何時に聞こえ来いとおっしゃったくせに、今何時だと思ってらっしゃるの。僕はそんな約束しませんよ。早瀬さんだったの。清久さんは。あ、休養ができて東京の屋敷へ帰ったよ。東京へ。あ、休養って何か。そろそろ卒業も間近だろ。だからお嫁さんかなんかの話じゃないかな。お嫁さんの。がっかりした。ねえ、今のお話本当。やっぱり気になるんだね。嘘だよ。嘘。うん、ひどいわ。ほら、来たよ。よう。おう。君のことでね、ちょっとゆきさんからかったんだよ。僕のことで。なんだ君がね。ダメよ、嫌だわ。おっしゃらないで、ね、一生のお願い。一生のお願いは大げさだな。いや、失敬する。おい、早瀬。おう。まあいいじゃないか。そっちが良くてもな。おう。そっちが良くてもこっちが辛い。よし、行ける。まだ時間ある。え、5時まではいいの。お茶でも飲もうか。歩きたいわ、少し。うん、歩こう。Thank you.
あ、ありがとう。急に降ってきたの驚いたよ。初めて清笹に会えたのもここだったわね。あの時下駄の花が切れなかった。こうしてお話なんかできなかったわ。心配なことがあるの。心配事？何？いつかはきっとお別れしなければならない時があるんですもの。別れるって？卒業なすったら東京お帰りになってしまうんですよ。それは帰るだろうけど、ゆきさんとは決して、うん、じゃあずっと会っていただけるのね。もちろんさ、ゆきさんさえ嫌でなかったらね。本当？約束してくださったのね。うん、嬉しいわ。病院でお会いした日のこと、京極でご一緒に見ました映画のこと、みんな忘れられぬ思い出でございます。倉殿。いや、どうぞどうぞ。私は清久の叔父の田宮という。あ、僕、早瀬三郎です。失礼します。清久はどこにおるんでしょうかな。はあ、さあ、夕方図書館で別れたんですけど、東京からいらしたんですか。商用で大阪へ行く途中ですが、清久にちょっと話したいことがあったものですから。じゃあやはり組みますか。うん、ねえ林さん、この写真の夫人と清久とはどういう関係が。はあ、それはずっと以前から付き合っておったようですか。いえ、それは誤解です。誤解？面目ありませんが、その娘は実は僕の。君の妹さん。はあ、恋人です。国から兄が出てきて、昨日まで泊まってたもんですが、清久君の部屋に置いてもらったんです。本当ですね。うん、本当に僕の恋人なんですよ。そんなことすると、バカにして。なかなか友情に熱いですね、君は。今夜はここにお泊まりですか。宿は木屋町の方へ取ってあります。清久さん帰ってきたら、東京から志村のお嬢さんが京都見物に来ていると言ってください。志村さんですね。久美子さんといえば分かります。明日から清久さんに方々を案内してもらうんだと言って、大層楽しみにしているとおっしゃってください。は、じゃあ帰ったらすぐ旅館の方に連絡を取るように。いや、実はね、これから祇園のお茶屋へ行くんです。は、久美子さんが学校時代の友達 3,4 人と京都見物に来たのですが、入学早々舞妓さんを見たいといたしましてね。もう向こうに行ってるだろうと思うんです。
これで。ではどうも。ご散歩？え、ちょっと買い物。私たちこれから見物なの。お寺参りしようか、それとも嵐山行こうか、もっか知らん中なの。どっちがいいかしら。さあ。知ってるの？うん、ゆずは友達になったのよ。そうなの。ねえ、ご一緒に参ります？私、お稽古がありますから。そう？残念だな。じゃあ、またね。ええ。さよなら。さよなら。ゆきさん。お知り合いだったの？うん。とても綺麗な方ね。東京の知り合いのお嬢さんだよ。京都見物に来たんだって。ご案内ってわけね。まあそうだね。そう、早く行っておあげなさいよ。私たち映画を見て帰りますから。さいなら。コーヒー、紅茶、何になさる？そう、僕は紅茶。お紅茶、ケーキもね。はい。清久さん、ゆき子さんご存知ね。うん、知り合いの舞妓さんです。頼もしいわね。あなた、そんなとこいらっしゃるの？いや、そんなわけじゃないんですよ。こら。怪しいぞ。そうよ、怪しいわ。絶対に裁判にかける必要があるわ。うん、賛成、大賛成。ねえ、あの方、清久さんの何かしら。何かってええやないの。
せもうダメダメそんな弱気やった例えば許嫁のお嬢さんかってかまへんやないの許嫁、うん、何やベソなんか書いてベソなんかしっかりせな負けたらあかんね恥をお話してしまいましたが実際細川家の財政はもう底をついとるんです清久の学士にしてもやっと出ておるような始末なんですちょっとお待ちくださいか、なんかお話を伺っておりますとうちの娘がその方を誘惑しているように聞こえるんですいやいやそんなわけではないのです私はただ事情をお話をしてこの際お付き合いをやめていただけたらと思って実はこちらへ伺ったわけなんですいかがでしょうご考慮願えないでしょうかその細川様のことは初耳なんで、まあ、どんな方かは存じませんけども娘がそんなに好いているものをです、ね、私が別れてしまえとかもう付き合うんじゃないそんなことは言えませんそうですか言えないんですねあでもかわいそうな子でして7つの時に母親に死なれまして私としてはそんな情のないことはどうもごっともですしかしそうおっしゃれば娘のために嘆く親が他にもできます他にもって実は清久の嫁に内定している娘がいるんですお嫁に実は今京都に来ているんです細川ではこの娘のうちから相当の援助を受けているんですですから毎日そんなことは私の知ったこっちゃありませんよしかし細川と志村の両家にとっては重大なことなんです何とおっしゃいましたあいやお名前です志村です闘銀の志村さんですとお嬢さんのお名前は久美子さんとおっしゃらないかあそうです久美子さんご存知であ昔私高輪の志村様のお屋敷で運転手をしておりましたはあそれは奇遇ですな旦那様を丸ビルの銀行へお送りする途中事故を起こしましてその時に私この足をやってしまいましてそれから自分からお島をいただきましてその時の慰労金だと言って毎月お金をいただいておりますそうですかいや志村さんはそういう人です全くもう本当にいい旦那様でした しかしそういう関係が分かってみるとこの話はお願いしようようでかえってしにくくなりますな、ね、それはゆき子もです志村様のことは私から聞いてよく承知しておりますあもう恩に来ておりますでも親の義理のために娘の気持ちをどうこうしろとだから私これを言わずに本人に頼んでみますどうぞ言われましたなご安心ください私に任せてくださいしかし大丈夫ですかなあいえなんとか一つこのままでは私の義理が立ちませんあだったのまた会いたかんかと思ってヒヤヒヤしちゃったおいでやすあんたになんかお話があるんだってお話何今日はバカに綺麗だねいやそんなジロジロりっちゃんだんだんおっかさんに似てきたそうだそう笑ったかなんか姉さんにそっくりやわお父さんお酒飲んでんのね珍しいことなんかいいことあったのたこ焼くして一杯飲んでねそしたら飲みついでに一本つけられるかいやいいんだよ
ごじさんなんだ。ゆき、お茶を持つ。あら、本当に珍しいわ。兄さん、何度す話して。なあ、ゆき。おい、すまないけども、細川さんとの付き合いはやめてくんないか。細川は？細川清久さんという学生さんだ。あんた、そんな人とお付き合いしてはんの？その方、大変真面目な学生さんで、勉強もよくできるし、ラグビーとかフットボールとかの選手だっていうことも、よく知ってるよ。まあ、兄さんまたそんなことまでどうして知ってはんの？それはお前、親の身で、そのぐらい気が届かなくて、娘にものが言えるものか。なあ、ゆき、辛いだろうけども、ぜひ承知してくれ。お父さん、誰かに何か言われたのね。お前、知らないだろうけども、その方には結婚する人が決まってるんだ。結婚する人が？立派なうちのお嬢さん。お前が後で辛い思いをするよりもと思って、私は思い切って言いに来たんだ。辛いだろうけども、そこをじっと我慢して諦めておくれ。なあ、ゆき。いや、私にはとても。お前にそう言われるのは承知の上で言ってるんだよ。そんなに弱って大丈夫？私だって可愛い娘が望んでいることだ。何でも叶えてやりたい。だけど今度のことだけは諦めとくれ。うちは何にも知らんけど、そうやったらゆき子はんがかわいそうやんか。だからこうして頼んでるじゃないか。そんなことありますかいな。有田藩の時、兄さんは何て言わはった？他の話やったらともかく、縁談は当人の意思が大事やさかいにって立派なことで言わはったくせに。それはお前、あの場合とはまた。あの場合もこの場合もありますかいな。ゆき子はん、安心をし、うち意地でもあんたの力になってあげるさかい。トキ、お前までムキになって、分かってくれ、うんと言ってくれ。ゆき、お前は小さい時から私の言うことを何一つとして嫌だって言ったことがない子じゃないか。嫌よ、嫌だわ。何、嫌だ？嫌です。もう一回言ってみろ。兄さん。ゆき、そんな分かんないこと言うんだったらこうして。兄さん、そんな無茶な。ゆき、ゆき子はん。どうも、そのきさん、どうした？何か水菓子でもった？ええ、よろしおす。どうでしたっけ、京都のご感想は？いいわ。銀閣寺も金閣寺も見せていただきましたし、うん、嵐山でボードにも乗りましたの。そうですか、それはよかったですね。まだまだ、スケジュールはいっぱい、うん、明日は清水寺へ行って、それから、比叡山にも登ってみるつもりよ。本当ですか。やっぱそういっぺんにご覧にならん方がいいでしょう。新婚旅行の楽しみに取っておいたらいいでしょう。あ、ああ、もうお帰りですか？いやいや、お前たちそこに行っていいんだよ。僕は月がいいから夜桜でも見てくるから。はい。私、本当は後悔しています、ね。後悔？京都へ来たの。
ご迷惑だったんでしょ。どうしてそんなことを急に言い出すんです、清久さん、正直におっしゃって。私、後で惨めな思いはしたくないのよ。お嫌いならお嫌いだっておっしゃってね。それは友情っていうものよ。栗田さん、僕はあなたが大好きです。しかし僕にはまだ学校もありますし、それに就職のことも考えなければならない男ですから。代わりになったのね。今まで一度も嘘をおっしゃらなかったのに。嘘？嘘なんか。いいえ、嘘です。久美子さん、正直に言います。僕たちの間に半君大将が出発だったら、僕は喜んであなたを迎えできるんでしょうが。出発点なんかどうでもいいわ。問題は現在の私を清久さんが愛してくださるかどうかっていうことなの。そうです。しかし僕は親同士の政略や打算で若い僕たちが結ばれるということはとても耐えられないんです。恋愛とか結婚とかいうものはもっともっと厳粛に考えたいんです。久美子さん、よしましょう。私喧嘩しに京都来たんじゃないんですもん。分かってくれたんですね。どうした？またご令嬢たちから呼び出しか？早瀬、僕東京帰らなくちゃならない。東京へ？なんだ？親父は病気なんだよ。病気？そいつはまずいな。とにかく帰るよ。ご一緒じゃなかったの？頼まれて僕が代わりに来たんだよ。じゃあいらっしゃらないのね。電報で東京の屋敷呼ばれて帰ったんだ。東京、行くぞ。
気をつけてね。また東京だね。ありがとうございました。気をつけてね。大阪の方の用件は 2,3 日で済むから、住み次第久美子さんと一緒に帰るって兄さんに言ってくれ。はあ。清下さん、お大事にね。ありがとう。多分東京で会うことになるかもしれませんね。そうね。どなたかお見送りの方でも？いいえ。じゃあとにかく向こう行きましょうか。うん、え、そう。運転手さん、早くしてくださいね。こんにちは。おお、お前さんか。この間のセルができてきたさかい、早速持ってきましたんや。わざわざ来なくても飛んで行ったのに。ちょっと話もありますさかい。なんだい、あんまりいい筋の話じゃなさそうだな。困ったことやわ。あれから行きこはん、えらいしょんぼりしてしもって。この二三日目に見えて痩せていくんやわ。六六、あんな元気なよかった子が口も聞けへんし、お座敷へも出へんよ。お座敷へも、うん、頭が痛いって、見えすぎた嘘言う。かわいそうで、うち見てられへんので、兄さんに相談に来たんですね。相談？相談って言っても、私にはどうも。そやさかい、細川藩の息子藩と一緒にしてやるって言わはったらよろしおせやんか。ああ、いけないよ。それだけはできない相談だ。頑固な人やな。昔気質もいい加減にしとっけやつ。
ゆきこはん、ゆきこはん、洋服さんからお出しがかかってるんやけど、お客さんぜひゆきこはんに会いたいんやって。おなじみさんらしいね。また有田さんじゃないかしら。そうかもしれへんわ。どうする、断るか。ごめんなさい、一人でこんなところへ来てあなたを呼びつけてしまって。いいえ、京都へ来るまで私あなたのことはちっとも知らなかったの。この間四条通りでお会いした時、もしかしたら清久さんの恋人じゃないかしらと思いましたけど、でもその時は、その時の気持ちはね、あなたに負けるものかって正直に言うとそう思いましたの。けどダメ、京都へ来て清久さんの気持ちがはっきり分かりましたの。ねえユキコさん、清久さんはあなたを愛していらっしゃるわ。私のことを気になさらずに、あなたはご自分の道をまっすぐに歩いてくださいね。お父様が反対なさってるように聞きましたけど、なんなら私を愛してもいいの。父のことどなたから。私ね、腑に落ちないことがあったので、清久さんのおじ様に聞き出して驚いてしまいましたわ。あなたのお父様は昔うちの運転手をしていてくださったんですってね。まあ、じゃああなたは志村様の。あら、ご存じなかったの。ええ、ちっとも。そう、そうでしたの。それで分かりましたわ、父があんなに反対したわけが。私お屋敷のことはよく父から伺っておりましたの。お嬢様だとは知らなかったもんですから。ユキコさん、こんなこと言う私をキザだと思わないでちょうだい。私ね、清久さんは大好き。諦めるのはとてもつらいわ。でもね、私どんな場合でもバカな女にだけはなりたくないの。私の性格が許さないわ。あなたは安心して清久さんのお帰りを待ってあげて。お嬢様、久美子でいいのよ。私は父と一緒に育ってきました。これまで一度も父の言葉に逆らったことはありませんでしたわ。お嬢様は今私のことを古風だとおっしゃったけど、私それでいいと思うんです。あなたはどうして心を開いてお話してくださらないの。私思ったまま申し上げましたの。私清久さんを幸福にしてくださるのはゆき子さんだと思ったから、ここへ来てあなたにお願いしてんのよ。あなたは私が思ったほど清久さんを愛していらっしゃらないのね。客と舞妓、その程度のお付き合いだったのね。ご自由にお思いになってください。でしたら今夜の私の話、ずいぶんおせっかいだとお考えになったでしょうね。ごめんなさい。私どんなことがあっても清久さんと結婚しますわ。お酒飲んでんの。どうしたい、返事もせんと。
誰やったん、お客さん。なおかさん、うち、ゆっこさんかわいそうでしょうがないね。しやさかい、うち今考えてることがあんにゃわ。何どす？京都しばらく離れてみたら、ええことないかと思うんやわ。京都も場所が変わったら、ちっとは気も紛れるかもしれへんし、ゆきこはんに相談してみようと思うてんやけど。おばさん、こんな遠いところに来てどこ行くの？うちに任しといたらええわ。案じょうしてあげるさかい。なかなかええとこやんか。どうへ住めそうか。ええ、私当分何も考えずにここにいたいわ。そうか、気に入ってよかったな。おかみさん、ちょっと。今起こしやすさかい。いらっしゃい。あ、有田さん。有田さん、この度はどうも。いや、こちらこそ。ゆっこさん、少し痩せたようですね。何分、よろしいお願いします。いや、当分おいしいものを食べて温泉でも入ってればすぐ太ってしまうよ。おばさん、これどういうわけ？どうして有田さんがここにいらっしゃるの？どういうわけってな、ゆきこはん、ここ有田さんがあんたのために買うてくれはったんじゃ。おばさん、私と有田さん、お父さんも参加やの。お父さんも。その方があんたの幸せやって。おばさん、おばさんは有田さんのことここへ来るまで一言も言わなかったじゃないの。なあ、ゆっこはん、うちがここへ連れてきたんかってあんたの幸せを考えたさかい。私、有田さんとの結婚なんか嫌だわ。すいまへんな、気軽せんてとくれやしや。いや、いつまでもつまらへんこと考えたかってあかへんやないの。あかへんかっていいわよ。私帰るわ。ゆきこはん、疲れちゃった。お母さん温泉場の宿屋にいるでしょ、きっと。有田さんと一緒に。有田さん、有田さんどんな人？あの温泉場の宿屋を買ってくれた人が有田さんだったのよ。そうか、それなんて怒ってんのか。飛び出してきちゃったの。まあまあ、お母さん困ったわ。きっといいわ、帰ってきて叱られたって。私どうなったっていいの。お帰りやす。なあ、ゆっこはん、うちあんたに用かどうしようかって考えてたんやけど、あんた東京行かへんか。東京へ？うん、鶴ちゃんやらと一緒に行かへんか。鶴ちゃん行くの？久本の小雪半田と一緒に六代目の芝居見に行くんやけど、ちょうどええやんか。なあ、行かへん？行きたいんだけど。そうやろ。なんやったらうちらみんなであの人に会うてあげるわ。そうや、それがええわ。なあ、そうせえへんか。でも私。なんで？姉さん、その話はもう私いいの。
介です。あ、お世話様ですか。誰が留守に。はあ、ゆき子はいでして、しばらく待ってしてらっしゃって。あ、そうですか。やっぱり雪でしたか。あ、お世話様でした。いいえ。外的支援に関するもので、子育て推薦は学問は主として外的自然に関するもので、物理学と自然哲学とは未だ分割だのごときのにて、宇宙の実態、生鮮、発展を論じ、人生の問題を探求する。お、ゆきさん。おばさんかと思ったよ。こんなに遅くどうしたの。ご勉強のお邪魔かしら。いえ、清久君から何か連絡あったの。いいえ。じゃあ何かあったんだね。まあ、お入りよ。どうぞ。私さっきまで清水田の地方院のいつも歩いてる道歩いてました。おかしいでしょ。尋常だよ。バカよ。家へ帰ろうと思って歩いてるうちに、いつか足がこっちを向いていて、いらっしゃらないことが分かっていながら、とうとう邪魔してしまったの。ごめんなさいね。それが本当だよ。諦めるなんていう方がおかしいよ。いいえ、諦めてはいるけど、京都駅であんなふうなお別れをしたのが寂しくて、目を合わせてしみじみとさよならを言いたかったの。綾瀬さん、清久さんのお部屋入ってもいい。ええ、いいと思う。明日は眼科しておられて。まだ帰らんか、細か。ああ、僕も心配してるんだよ。うん。当然全然連絡ないっすか。全然ないんだよ。のんきなやつだな、人の気も知らないで。のんきならいいんだが、何か変わったことでもらえしないかと思ってね。変わったことって何だい。福川の家庭にはいろんな事情があるんだろ。うん。例の志村文子の件で、紛糾を期待してるんじゃないかと思う。気の毒だな。あ、帰ってくればいいのに。さあ、僕らも帰って勉強するか。帰ろう、行こう。じゃあまた。あれ京丹はいいでしより、あなたが吉に出ていくとせぞ、
だよ、もう大丈夫だよ。あれ？東京行ってみないか。東京へ行って清久君にはお互いに話し合うんだね。勇気を出して行ってごらんね。兄さんが病気だという店の電報を打ってお前を驚かしたのは私が悪かった。謝れです。しかし私はあくまでお前の将来のためを思ってやったことなんだ。私には本当にお前の本心がわからないんだ。志村さんのような後ろ盾があれば何かにつけて好都合だし、第一心強いじゃない。とにかく今日ははっきりとしたお前の気持ちを聞かせてもらいたいんだ。そのことでしたら、先日久美子さんとよく話しておきました。しかし、それは…いや、ちょっと。清さん、お前どう話したの？お前の将来のためばかりじゃないんで、私はこのうちのことも考えて一生懸命になった。このままでいけば、細川のうちは破産するようなことになるかもしれないんで、お前の学士だって危ないんだぞ。もしこの縁談をお断りしたら、学士だって志村の方からは出してもらえなくなるんだよ。それでもいいのか。それはお前がアルバイトをするのもいいさ。けど、このうちはどうなる？この細川のうちはどうなると思うんだ？新助、そんなことを、今はそんなことを言わなくてもいいじゃないか。いや、言わせていただきます。家なんかどうなろうと思う。私はお前に不幸な結婚をしてもらいたくはないんだよ。兄さん、兄さんがそんな気の弱いことをおっしゃってます。では私の努力はどうなるんですか。私がこれほどこのうちのためを、清さんのためを思ってやっていることが何にもならなくなるじゃありませんか。清さん、お前のしっかりした返事を聞かんうちは京都へは解散よ。清さん、清したためにお客様ですけど、京都からおいでになったとかおっしゃって。ん？京都から？はあ、若い女の方です。うん、私がお客様のことは救出には黙ってるね。はい。いすずやはどうも失礼いたしました。いや、こちらこそ。救出にご用だそうですが、何か。ちょっとお目にかかりたいのでございますが。救出さんは今旅行に出ておるんです。ご旅行に？さあ、どうございますか。どういうご用か知りませんが、もう清久とは会わないとお約束していただいたはずですが、今細川のうちは立つか崩れるかの岐路に立っております。そこをよく
考えてください。わざわざ京都からおいでくださったんでしょう。清久のことは忘れてください。失礼いたしました。お父さんが病気やのに旅行してはるっておかしいわ。でもおじさまがいらしてはっきりそうおっしゃったんですもん。おかしいな。ゆずきと違うやろか。なあ、志村はんのお嬢さんとこ行ってみたら分からへんやろか。あ、そうやわ。いやだわ、私とても志村さんのお屋敷なんて伺えないわ。あかんやないの、ゆっこさん、そんな気の弱いことやったら。本当にお気になりましたの。ゆんべ着きましたんどっさ。そう、よくいらしてくださったわね。嬉しいやつは、皆さんにお目にかかれて。何か東京に。ええ、六代目藩の鏡にしみに来ましたんどすね。あら、そう。じゃあ私たちがしに行けばよかったわね。そうね。ゆきこさん、あなたもお芝居を。ええ、ゆきこさん、お嬢さん、お家にはゆき子さんが上京した気持ち、大体分かってくれはと思いますけど。清久さんに会いにいらしたのね。お願いしますわ、お嬢さん。あの方に会わせてあげてくれやす。ゆき子さんがこんなものすごい痩せはったの、お嬢さんにも分かってくれはりますやろ。ねえお嬢さん、ゆき子さんの心を汲んであげてくれやす。あの方はどこへ旅行一人休みやろか。旅行？おかしいわ。お宅にいらっしゃるはずよ。でもそういうようにね、ゆっこさん。変だわ。いらっしゃるはずよ。そうやったらなおさら会わせてあげとくです。ゆっこさんにとってあの方は一生忘れることのできひんお方なんどす。ほんまどす。ねえお嬢さん、ゆっこさんにどうぞ会わせてあげとくです。困るわ。ねえ、お断りしなさいよ。いや、なんでどす。久美子さんの旦那様になる方よ。だからお断りするのよ。すんまへん。いいえ、でも私だったらお断りするわ。でしょ久美子さん。きつきつ堪忍どせ。そうかってあの方もゆっこさんを。お嬢さん、うちあの方がゆっこさんにあげてはった手紙みんな読んで知ってるんどせ。あの方はゆっこさんを。つるちゃん、もういいの、もういいのよ。ゆっこさん、ちょっとお二人っきりでお話ししたいわ。どうぞ。ゆき子さん、あなたやっぱり清久さんを愛していらしたのね。お嬢様、あの方をお幸せにしてあげられるのはお嬢様だけです。ですから私は一目だけでもお会いできればと思って東京に出てきたんですけど。いけないわ。清久さん気持ちを察してあげなければ。ご親切は一生忘れません。お嬢様にお目にかかってやっと決心がつきました。決心って？私このまますぐ京都へ帰ります。じゃあ
清久さんにお会いにならないで。ええ、私お会いしない方が。失礼いたします。ユキコさん。お嬢様のお幸せをお祈りします。ユキコさん、仏だよ。お嬢様。ユキコさん、どうして本当のことをおっしゃらないの。あなたはそれでいいかもしれないけど、清久さんがお気の毒だわ。どうなるの清久さんは。納得できるお返事を聞かないうちはお返ししなくてよ。なぜそんなにご自分を不幸にばかりなさろうとするの。私の犠牲だなんてよして。いいこと、すべて私にお任せになっていいわね。すぐ戻ってきますからお待ちになっててね。ゆき子さんが来てくれたことなんかちっとも知らなかったんです。きっとおじさまがお芝居なすったのよ。ひどいわね。になってらっしゃいました方、お出かけになりましたとすぐ京都にお帰りになるとかおっしゃいまして。まあ京都へ。はあ、お嬢様によろしくおっしゃっておりました。そう、やっぱりゆき子さん京都お帰りになったのね。他の方たちは。私口止めされておりましたものですから後でお話しいたしました。皆様驚いてついさっきお帰りになりましたけれど、すいません。どうしたの。ねえ、どうしたの。大丈夫。大丈夫よ。ねえ清久さん、すぐに京都を立ちになって。今由紀子さんの力になってあげられるのはあなただけなのよ。もしものことがあるといけないわ。ね、お願い、すぐにお立ちになって。久美子さん、僕はあなたには何とお詫びしていいか分かりません。いいんだよ、私のことは。だけど、あなたに対する僕の気持ちだけは分かってもらえますね。ええ、分かりますわ。私だって、あなたとお友達になったこと後悔しなくてよ。さあ急ぎましょう。ちょっと待ちなってね。また夏休みまでお別れね。元気でね。あなたもよ。私、清久さんが京都の大学受けんの反対すればよかったな。
お一人ですか？清久はどうしました？清久さん、京都お帰りになりましたの。京都へ？学校の方のこともありますし、私お勧めしてお返ししましたの。お嬢様。ええ、おじさまはこちらのお家のことをご心配になってらっしゃるように清久さんからお伺いしましたけど、私結婚ってそんなもんではないと思います。そんなことまであなたに？ええ、第一ご自分一人の力で生きようとなさる清久さんの立派な意志をどうして認めてあげられないのでしょう。もし清久さんがおじさまのお言葉を聞いてご自分の結婚を世渡りの手段に利用なさるようでしたら、私軽蔑いたしますわ。久美子さん、あなたの気持ちはよくわかりますね。おじさま、おじさまも分かってください。私だって本当はつらいわ。でもね、不幸な結婚はしたくはないの。おじさまの考えてらっしゃるようなことから悲劇はいつでも生まれてくるのよ。私悲劇の主役にはなりたくないわ。清久さんにもさせたくないの。わかりました。まあ分かってくださいました。いや、これで清久も安心するだろう。久美子さんの前だけど、学士のことは何とかするよ。まだ売るものもいくらか残っているからね。いや、僕も何とかいたしましょう。しかし清久のやつもひどいやつだな。こんないい久美子さんに苦しい思いをさせるなんて。いいわ、今度生まれてきたら清久さんに失恋させてあげる。帰ったのか。あれは君に電報を打とうと思ってた。電報？あ、なんだい。君を驚かせるニュースが待ってる。ビッグさんはね、今日福村を引き上げて田舎の温泉町へ行くそうだ。温泉町？いい、結婚するらしいの。結婚？そんなバカなことあるわけ。いや、僕もさっき早川さんから聞いたばかりなんだ。ビッグさん、うちあんたを軽蔑するわ。そうやわ、せっかくお嬢さんがああ言ってくれはったのに。第一、清久さんの気持ち。ああ、もうたくさん清久さんのこと悲しい夢だったのよ。私懐かしい思い出にして胸の中にそっとしまっときたいの。うちは反対。うちやったら断然会うわ。会ったからってどうにもならないじゃないの。お会いすれば久美子さんのような言い方に悲しい思いをさせするばかりだわ。そんなこと私とてもできやしない。ゆき子はんどうしたんや。はよ、神井に行かんと、お迎えの車が来るえ。お母さん、来んでんのかしら、ゆっこはん。うち、心配やわ。あ、ゆき。あら、いらしてたの、お父さん。気が済まなければ、断ってもいいんだよ。いいのよ。お父さんだってもうその気なんでしょ。まあ、今度はお前から言い出したんだけど、でも今からでも、お断りはできるんだよ。大丈夫よ、もう心配しなくても。ゆき、これお前んだろ。あら、そうだ。どうしてお父さんはこれを。お前が東京へ行った前の日、わしの留守に。ええ、やっぱりそうだったのね。私どこを落としたのかと思って。一番気に入ってた櫛なのでとても悲しかったの。ゆき、許しておくれ。
悪かった。わしも一時は昔の恩や義理に縛られてお前に無理なことも言った。お前の大事な櫛を踏んづけた時、あの時はっと気がついた。お前が東京から帰ってきて自分の口から急に有田さんのところへ行くと言い出したんで、お前の気持ちがはっきり分かったような気がしたんだ。ゆき、決してやけになるんじゃないよな。あ、よく考えてくれ。ましてお前は温かい母親の手から早く離れた子だ。お前に嫌な結婚をしてもらったしには、死んだおっかさんに合わせる顔がなくなるよ。お父さん、ありがとう。余計悲しくなるわ。でもいいの、私お母さんと相談したんだから。お母さんと？夢の中で会ったのよ。それで？いいって、お嫁に行けって。行けって喜んでたわ。そうかい、本当かい。ええ、向こうは静かだし体にだっていいし、お父さんには好きな釣りでもしてもらって結構楽しい暮らしができると思うわ。だから私決心したの。そうかい。おっかさん、わしに好きな釣りをしろってかい。お前もそんな嬉しい言葉言ってくれる年頃になったんだな。いやだわ、お父さん年寄りくさ。年寄りさ、こう白髪になっちゃう。あら、ほんと抜いてあげるわ。ちょっとこっち頭。こうかい。痛いな。お父さん、ごめんなさい。祭り林かな。あ、そうや、八幡さんのお祭りどすわ。八幡さん、うん、そうだったな。いつかはも覚えてるやろ。ほら、あんたが初めて東京から来た時、お前に言ってやろ。忘れたか。お前がおっかさんの背中へおぶさって飴玉のよだれを一丁らの羽織にくっつけちゃって、おっかさん弱ってたで。そうだったかしら。どうぞ。若旦那はんさっきから待ちかねたはんのどっち。ちょっと待っておくれやし。今年はゆっくりお花見もできへんかったわ。あんたのことが気になって、ここへ泊まってゆっくりなったら。そうはできへんわ。一軒持ってたら。ちょっとおばさんにももうわがまま言えなくなるわね。なんや、うちもぼんやりしそうやわ。寂しいって。本当にお世話になりっぱなしだわ。すみません、やめといて。急にそんな水臭い。うちはな、あんたを自分の子やと。もうそんな湿っぽい話はやそうじゃないか。ああ、ゆき、私は今日の今日こそお前の真からの笑顔が見たかった。ねえおばさん、あの着物着ていい？あの着物？え、お座敷に。もう着ることもないんだし、
思い出に。あれを着て、おばさんとお父さんにお茶を立ててあげたいんだけど。ゆき、お茶もいい。もう待ってくれ。おかみさん、花香がいいお人が学生班と一緒にお越しやしたんですけど。学生班？ご飯に合わせてあげてな、お母さん。兄さん、どうする？ゆき、会おうか。このままここにいる。お前の一生はここで決まるんだ。よく考えとくれ。お父さん、どうしましょう。お前次第。お父さん、お前のいい方でいい。ゆきさん、東京の方は話がついたんだ。卒業すれば君たち結婚できるんだよ。だからさ、もう一度会ってあいつの気持ち聞いてやってくれよ。ね。ゆきさん、清さんを京都に立たせてくれたのは久美子さんだよ。久美子さんはね、心の底から君たちのことを祝福してくれてるの。これ以上君が久美子さんに遠慮することは遠慮じゃなくなるんだよ。意固地っていうか敵意っていうか、久美子さんを苦しめることになるんだな。ほんまえ、人の恋は素直に受けるもんえ。あんたはほんまに利口バカよ。このままやったらうちもあんたと口一つ聞かへん。事情はよくわからないけど、ゆきちゃん、一生のことだ。僕への遠慮なんかならいいんだよ。有田さん、すいません。お父さん、堪忍して、許してください。許すも許さないも、あるもんか。私
の考え間違っていたんです。志村のお嬢様、ご夫婦冒険的だと言われたこと、今やっと分かりました。分かればいいんだよ。もう大丈夫。私、自分の思った道を自分の足でしっかり歩いていきます。そうだよ、ゆきちゃん。分かったらね、早く行って清さんに会ってやってくれよね。ゆきさん、清久さん、お会いしたかったわ。兄さん、見とみ、二人仲よう並んで。うん。あら、兄さん泣いてはんの？これは泣かずにいられるもんか。これでユキも幸せになれたよ。東京のお嬢さん、ありがとうございます。こうやって兄さんもほっとしはったやろ。ああ。ほんで、お前だって泣いてるじゃないか。今夜は夕飯屋様かしら。ゆきさん。